はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね、はい、今回はですね、僕の持っている数多くのパタゴニアの商品からですね、これは他のブランドにはないぞとか、この機能とかこの性能は他用のブランドよりもダントツ上やぞっていうね、パタゴニアらしい、らしさのある商品をね、5選紹介していきたいと思います。はい、まあね、僕はもうパタゴニア買ってもいろいろ10年ぐらい経つんですけどね、やっぱり登山ウェアも100着以上持ってましてね、それをね踏まえた上でもこの5選はね、パタゴニアらしさのある商品なんでね、非常にね、皆さんに、使っていただきたいなって思う商品なんで、ぜひともね紹介していけたらなって思います。はい、まあそんな感じで今から、僕が思うパタゴニアらしさのある商品の紹介いってみよう。はい、まずですね、こちらパタゴニアのマイクロパフフーディーとなっております。はい、これは何が特徴かって言いますとですね、まあ、とにかく軽いとね、はい、このプルマフィルっていうね、このパタゴニアの10年かけてね、作った素材ですね、それが 60% 含んでいるってことで、まあ、とにかくこのプルマフィルっていうのはむちゃくちゃね軽い割にはほどほどにあったかくて、で河川なんで雨に強いっていうところでね、非常にですね他にない商品なんですよね。で前までねパタゴニアはこのねナノパフっていうね、プリマロフトゴールドっていうね、プリマロフト社の生地を使ってたんですけどもね、そこからですねパタゴニアの、オリジナル商品のプルマフィルっていうのね、このマイクロパフフーディーっていうのが出ました。はい、最初ね、僕もこの商品で出た時に触った時にはね、これダウン並みに軽いなと ね、河川とダウンやったらダウンの方が暖かくてダウンの方が軽いんですけども、これはもう羽毛並みに軽くてね衝撃を受けたね覚えがあるんですけどもね。はい、なんでね、もう軽くて、ほどほどに暖かくて、ね、さらに水に濡れにくいってことで、もう北アルプスとかね、長期重装にはもうこれ一択ってなってますね。はい、なんでね、まあ他にもねそういう河川ウェアがあるんですけども、どうもねグラムとか見てみたらね、やっぱりねこれよりね軽いものはないっていうところでね、非常にパタゴニアらしい商品となっておりますね。はい、ね、僕が買ったのはねこの4年ぐらい前なんですけども、今年のモデルかな、のリサイクルされたね、漁網ですね、あの魚の網ですね、それを使っているってところでね、また環境に優しいウェアになっております。でさらにもうちょっと軽くなったんかなっていうところになってますね。はい、ナノパフがね 363g で、これが 261g とね 100g 以上軽くて暖かいっていうところでね、マイクロパフフーディーは非常におすすめとなっております。はい、なんでね、ただ値段がですね、あのバカ高いんですよね。これ多分41,000円とかかな、今僕が買ったのが39,600円かな。でそれでアウトレットに28,000円か7,000円やったと思うんで、まあこれ買うときはもう確実にアウトレットをね、ね、ちょっと色は変わるんですが、アウトレットを利用していただけたらなって思います。とにかく夏のアルプスには大活躍しますんで、おすすめしております。はい、次の商品はですね、このチラパタゴニアの、シンチラスナップティーってなっておりますね。はい、これはですね、あのフリースの元祖って言われてるね、全てのフリースの元祖って言われてるね商品でして、これも歴史もね1985年にね、このパタゴニアとモルデンミルズ社っていうね、あの今でいうポーラテック社ですね、そこが共同開発したね、商品となっております。はい、でね、まあこの語源なんですけどもね、河川のシンセティックですね、シンセティックっていうのと、チンチラっていうねちっちゃいハムスターみたいなのですよね、その毛皮を取ってね、シンチラっていうね、この、いう風な形の製品になっております。はい、でね、昔はですね、あのこのフリースのことを全部シンチラって呼んでたんですよね。シンチラシンチラシンチラって、全部これがもうフリースの、フリースの名前やったんですけどね、なんか突然ね、まあなんですけどもね、まあ、ユニクロかなんかがフリースって出したんかな、そこからもフリースっていう言い方になったってことでね、本来ならばユニクロのフリースもシンチラやっていうね、ちょっともややこしい話にはなってるんですけどもね、まあそんな形になっております。はい、まあね、このねアウトドアウェアでね、いいウェアかいいウェアじゃないかっていう判断するのはね、もう何にも考えずにね、あ今日めんどくさい、もうこれでええわっていうのがね、僕はいいウェアやと思ってるんですよね。はい、なんでね、このシンチラもですね、真冬ですね、特
にあの真冬の、待ち着ですね、これ山ではこう分厚すぎて使えませんっていうところでね、真冬の待ち着ではもう今日何しようかな、あもうええわ真珠屋でええかみたいな感じでね、いう感じで、もう真冬のね、寒い時にはもうこの分厚さでとても暖かいフリースになっているんでね、気に入って愛用しております。他のブランドではね、まあなかなかない商品かなと。あとこのどんくさいシルエットですね、もうなんだろう、もうシュッとしてシュッともしてないしね、このボテっとしたシルエットもね、結構好きですしね、その辺が非常に気に入っております。はい、でね、気ぃつけなきゃいけないのはね、暖冬の時はね、1回 2,3 年ぐらい前にね、暖冬やってますね。もう自転車乗ってる時でもこうね、手袋せずにも自転車乗れるって時はね、こうシンチラの出番一切なかったですけどもね。あとね、部屋で暖房がめっちゃ暖かい時はね、これ以上脱げないって時はね、ちょっと要注意ですね。はい、なんでね、居酒屋とかあったかそうなとこいる時は、まあ、これもちょっと避けてるなっていう部分はあります。はい、ね、他にですね、あのシンチラあまりにも好きすぎてですね、このね、スナップティーとですね、あのシンチラのパーカーですね、僕あのパーカーこのフード付きのね、あのラックタイプのパーカーとですね、であとフルジップですね、これはね、古着ですね、古着でフルジップの真っ黒のやつとかですね、これクライミング用に買いましたというところと、あとですね、チンチラのベストですね、もう全然行ってない外岩用ね、クライミングでこう使いましたね、これも古着ですねっていうところで4つ持ってますね。ほんであとパンツですね、このチンチラのパンツもね、非常にね、気に入っておりますね。何にも、考えずにこれを着るっていうところね、あ今日もご身長のパンツでええかみたいな感じでね、着ておりますけども、ほんでね、お気に入りポイントはこちらがですね、裾の部分がこうパイピングされているっていうところですね、この緑が可愛らしいぞっていうね、ポケットのところもこう緑になってるぞっていうところでね、非常にこれ何年前かな、7、8年前に買って非常にお気に入りの商品ではありますがですね、現行品ですね、なんか現行品がね、なんか妙にダサいっていうね、僕的には個人的な観察で、ここになんか変なジッパーがねドバーってあるんでね、それがあんまり好きじゃないなっていう話になっておりますね。はい、まあなんでね、とにかくね、シンチラはね、真冬の、待ち着とかね、もしくはあの寝る時とか、まあ、寝巻きとかでもね、もう最強のねウェアと思ってますんでね、まあその辺でまあっていう他のブランドにもないかなっていう一品となっております。はい、でね、あとまあ機能的な部分ではですね、まあこちら Y ジョイント袖かな、まあこんな感じでアーム部分が Y になってるんですよね。まあ分かりますかね。こんな感じで、高く上がっているんでね。まあこうやってね、腕を上げたり下げたりとかするときにね、これ上げたときにね、こう裾がね、引っ張られる部分があるんですけども、最初から Y になってるんでね、腕を上げてもそんなに裾が引っ張られない、イコール背中がめくれないっていう形になってますんでね。他のね、フリースではそういう機能がないんでね、この辺もね、非常にね、真冬の待ち着にはぴったりな機能かなって思います。はい。このシンチラに関しましてはね、結構古着屋とかで、たくさん売ってますんでね、他にない色とかね、珍しいものをお探しであればね、ちょっと値段が下がってるのかなっていうところで、まあ、古着屋で購入するのをおすすめしております。次ですね、こちら夏の低山から夏のアルプス、そして春秋の低山に大活躍のですね、このパタゴニアのキャプリーンライトウェイトベースレイヤーとなっております。はい、特徴はですね、この5つありまして、まず軽いですね。はい、まあ、他のベースレイヤーに比べてこのダントツに軽いのとですね、あとね、乾くのが早いってことですよね。はい、僕昔ですね、このベース夏のベースレイヤーですね、春秋の夏のベースレイヤーのどれだけ早く乾くか選手権ですね、いうのをやったんですけどもね、その中でダントツの1位でした。とにかく乾くのが早いっていうところですね。はい、ほんでね、あと耐久性ですね、夏のベースレイヤーって言いましたね、ちょっと何回か使ったらね、こんな感じで繊維が飛び出たりとかね、するんですけども、これはね、結構使っててもちょっとしか飛び出ないですね。なんか他のウェアに比べて耐久性が高いっていうのとね、あと汗離れですね。はい、まあこんな感じで、裏面はですね、こんな感じでグリッド構造ですね、なってまして、凹凸のある構造になってるんですよね。でね、このへこんでる部分がね、通気性があるのと肌離れがいいっていうところでね、すごく着てて快適に過ごせるウェアになっておりますね。はい、ほんでね、あとなんといってもですね、臭くならないですね。匂いがつきにくい河川ウェアとかでしたらね、結構匂いがつくっていうのがね、話なんですけども、これはハイキューピュアっていうね、銀イオンをベースに、消臭効果の銀イオンをね、この糸に練り込んでるんでね、非常にね、臭くならない仕組みになってますね。はい、昔ね、
夏のアルプスとかでね、7泊8日で行動着全部これに引き合えたんですけどね、全然ほとんど匂わずに、ね、快適に過ごしたっていうところで、まあそういうような感じで長期重装とかにもねおすすめっていうことで、もう他のブランドにはないパタゴニアならではの万能ベースレイヤーとなっております。はい、次ですね、こちらパタゴニアならではなんですけど、バギーズショーツですね。はい、これはバギーズロングか、ちょっとね、バギーズショーツっていうのはこれ膝上だったりなんですけど、これバギーズロングなんでちょっとね、膝のちょっとかかるぐらいかっていうね、このショーツになってますね。はい、まあ、これはですね、もうパタゴニアの1982年からね、なんと40年以上ね愛されているショーツですね。はい、まあ、お菓子で言えばね、小粒、これですね1982年で同期っていうわけなんですよね。はい、なんでそれぐらいね、愛されている商品となっております。まあね、このねずっと使えるね、この普遍的なデザインですね。ね、まあ、とにかく楽ちんとね、夏だったらもうこればほとんどこればっかりで、どれしようかな、まあ、これでええか、パタゴニアのこのショーツでええかみたいな感じね、めんどくさかったらバギーズロングを着ておりますね。はい、でね、まあ、ただですね、これであと乾くのが早いんでね、まあ1日洗って別なもん履いてまた次もこれを着るっていうぐらいで、夏はガンガン着込んでおります。はい、あとですね、細かいところを言いましたら、これ水陸両用なんですよね。なんでね、こういう感じで、お股のところにはもうこうね、いろいろとはみ出ないようにね、こんな風に網があったりですね、ポケットの方もね、こう水がたまらないようにね、こうね排水するようになってたりとかね、細かいところでね、こう海水パンツとしても使えるっていう優秀なもんですね。なかなかですね、海パンっていうのはね、どうかプール行くぞ海行くぞって買う機会がないじゃないですかね。で、まあ、そういう時にこの水陸両用パンツね持ってたらね、まあ、非常に便利かなっていう次第でございます。でね、毎年毎年ね、いろんな色を出してるんですよね。はい、なんでね、今年の、バギーズショーツ、バギーズロングはどんな色かなみたいなな感じね、それも楽しみの一つになっておりますんでね、特にメリハリつけたい方とかしたら、ね、これ集めてみるのもいいんじゃないかなって思います。はい、はい、次ですね、こちらパタゴニアの社員がほぼ 100% 持っているこのフーディニですね。で、このフーディニなんですけども、最近ね、スウェーデンのね、フーディニっていうアウトドアブランドがあるんでね、よくね、こう友達の話でこう勘違いになりやすいんですけどもね、これはパタゴニアのフーディニという製品となっております。はい、このウィンドシェルになっております。はい、で、ウィンドシェルっていうのはね、まあ、他にもあるんじゃないかとか、ノースフェイスとかね、モンベルとか、まあ、そのマウンテンハードウェアとかね、アークテリクスとかね、このいっぱいあるんじゃないかと思うんですけど、このパタゴニアのフーディニはね他と違うんですよね。はい、僕はですね、モンベルの、ね、ウィンドシェルとノースフェイスのウィンドシェルが、ね、持ってるんですけど、耐久性が全然違うんですよね。まあ、よくね大型ザックを持ってウィンドシェルをね羽織ってるんですけども、その時にねやっぱり大型ザックっていうのは結構ここが擦れたりしてね、結果ねモンベルとノースフェイスはねここを破れちゃったんですよね。でね、パタゴニアは破れないっていうところなんですよ。これはですね、モンベルと、ノースフェイスはストレッチ素材を使ってるんで、ちょっとね若干耐久性に劣ると。ただね、このパタゴニアのウィンドシェルはこれを一切使っていないリップストップナイロンっていうね、素材を使っておりますんでね、その辺の違いがあるかなっていうところで、これを、おすすめしております。ただストレッチがないからといってね、動きにくいこともね、なくこう Y ジョイントであったりして、こう計算されたね、作りになってますんでね、そこまで動きは妨げられないかなっていうところとですね、で、あと先ほど使って言っていたリップストップナイロンですね、こういった感じで生地に格子状になってるんで、一回ちょっとビリッて破れたらそこから先破れない、これリップストップ避けるのを止めるナイロンっていう形になってますんで、まあね、その辺もなんかパタゴニアらしい頑丈なね、ウェアかなって思います。はい、でね、でね、あと特徴としましてはとにかく軽いってところですよね。はい、なんかね、まあ、こんな感じで手のひらサイズになってね、くしゃっとね、ポケットに入れることも、ね、できますしね、コンパクトに使えるんで、旅行とか着ぎでも着れるってところがメリットとなっております。で、ね、あとね、好きなポイントは年中使えるってところなんですよね。年中とにかく使えますっていうところで、真夏ですね、これちょっと寒いなとね、クーラーお店入ってクーラー効きすぎやろうなって言った時はね、これを羽織ったりとかですね、まあ低山で春秋やったらね、ちょっと肌寒くなったらこのフーディニを羽織ったりしてですね、でね、真冬ですね、真冬でしたらね、こんな薄いのを着る機
械あるんかって思いつつもね、あのベースレイヤーとねフリースの間に挟むとね結構暖かくなるなっていう、これパタゴニアのスタッフの方のねおすすめの着方なんですけどもね、まあそういった感じで年中着れるウェアっていうところをねパタゴニアの社員がほぼ持っているっていうゆえんかなって思います。はい、まあね、このフーディに関しましてはね、僕のコウタロウチャンネルで一番伸びている動画ですね、このフーディニとモンベルとノースフェイスのね、ウィンドシェルを試してみたっていう動画がありますんでね、よかったら詳しくはそちらに載ってますんで見ていただけたらなって思います。はい、以上ですね、このパタゴニアのね、それらしい商品ね、5点紹介したんですけども、他にですねパタゴニアの R2 っていうフリースとかですね、で、レトロ X っていうね、このフリースとかね、まあいろいろあるんですけども、レトロ X は僕持ってないっていうのと、で R2 はもう廃盤になったんで、まあ言わんでもええかなっていうところでね割愛させていただきました。以上、コウタロウのおすすめするパタゴニアの他にはないウェア、5点を紹介させていただきました。まあそんな感じで、ほなさいなら。